行くで。余計なおしゃべりはええ、真面目にやれ。ここは私たちに任せて、君も行け。坂本龍馬は上の階や。始まったか。ええ。不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に斬られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に斬られることになるんやからな。なあ、坂本龍馬さんよ。維新の英雄坂本龍馬の暗殺よりわずか数年前、この国は徳川幕府による絶対的な支配が300年にわたって続いていた。だが静寂は突如現れた異国の黒船によって打ち破られる。強大な文明力を持った異国に対し幕府は抗う術を持たなかったのである。その支配者の衰えを時の侍たちが黙って見逃すはずがなかった。無力な支配者に従う理由はない。日本は再び群雄割拠の乱世に飲み込まれようとしていた。
や、もっと大きな。なんで鏡が割れてんだよ、出張。坂本さん、こんにちは。医者じゃ、見せてみ。つい先ほどから急に腹を押さえて苦しみだして。こりゃあいくん、盲腸かもしれんちや。盲腸？腹の腑が炎症を起こす病気じゃ。乱歩医師か治せんしろものじゃ。そんな。とにかく急いで運ぶがぜよ。おい、誰かこの子を運ぶの手伝ってくれんか。上司様じゃ。来ない時に、なんちゅうことぜよ。何をする気ぜよ。待て、女、どこへ行く気ぜよ。この子が腹の腑の病気に。おお、それで今すぐ乱歩医のところへ行かないと手遅れに。ですからここをお通しください。そら大変な話ぜよ。なあ。おお、大変じゃ。ハハ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 ハ。そんなに上司様は偉いのですか。何？私は大津藩の出です。4年前この土佐藩の豪氏のところに嫁ぎました。でも土佐はおかしい。大津なら武士は人を助け、こういう時には誰よりも親切にしてくれたというのに、同じ人間なのにどうして。女子様のお通りはこの子の命より重いんですか。豪氏の嫁風情が何を抜かす。そうじゃ、土佐では上司が絶対、わしらに逆らうことなど許されんのじゃ。たく、とさいちいち俺を苛立たせる。何者だよ、恩師。土佐藩豪氏坂本龍馬。豪氏じゃと。豪氏の分際で恩師や。早く行け。しかし
俺は根っからの土佐人だ。上司連中の性根は知り尽くしている。こいつらにはいくら道理を説いても通用しない。うんしゃあ、こうするしかねえんだよ。その子の命を助けたいのならな。ありがとうございます。ゴーシンごときがどうなるか分かっちゅうがか。ああ、上司様に刃を向けたりはしねえ。間違って殺しでもしたら仕返しにこの町ごと焼け払われかねないからな。なんじゃと。後で報いは受けてやる。だがお前らにも女を殴った報いを受けさせてやる。この命知らずが。かかってこい、ぬるま湯育ちのお前らに痛みってもんを教えてやる。上司に逆らったらどうなるかなんてことはここにいる誰よりずっとな。何事だ。江戸から土佐に戻って早々なんであんな真似をした。あ、どうして下級武士の分際で上司に立てつくような真似をしたのかって聞いてんだ。あ、いいか、江戸帰りで忘れちまってるなら思い出せ。ここ土佐で身分は命より重い。理由が何であろうが、相手が女子供だろうが、上司に逆らえば罪になる。江戸じゃ剣を修行したそうだが、それも水の泡だ。上司に手を挙げれば全て終わり、お前に待っているのは死罪だ。恨むなら土佐を恨むんだな。あんたは悔しくないのか。何と言った。あんたも俺と同じ剛士だろ。剛士ってだけでバカな上司にも頭下げなきゃならない。あんたは悔しいと思わないのか。一緒にするな。俺は白札合子だ。合子ごときと同列に語るんじゃない。お前ら合子は道端の石と同じだ。蹴られても捨てられても文句は言えない。そこまでだ。誰だ。お前が言うところの石を蹴れる側の人間だ。何？まさか
江戸に負わす大殿、山内陽道の懐刀とでも言えばわかるか。三世吉田東洋様、悪いがこの石ころわしの方で引き取らせてもらう。ですがしかし、わしがこの土佐で最も規律に厳しい男だということを知らぬわけではあるまいな。それはもちろん。裁きとなる前にこの手で殺したいのじゃ、この無礼な石ころをな。承知つかまつりました。ということだ。覚悟せい、坂本龍馬。いや、我が息子よ。それにしても随分丹念に痛めつけられたものだな。おやっさん、俺何も言うな。今他の老番に見つかったらことが台無しだ。今すぐ着替えてここを出ろ。でもどうやって。心配ない、出口まで人払いしてやる。だが短い時間だ、急げ。はあ、詳しい話は後だ。お前はここを出たら町で腹ごしらえでもして、その後隠れ家に来い。隠れ家？ふん、忘れたのか。わしたちが何年も暮らした塾のことを。江戸の一年ってな、ずいぶん長いらしい。場所は町のやつにでも聞け。剣護士塾と聞けばわかる。わかった。うちの店寄ってってちょうどいいや。今日は風が気持ちええね。また次の機会に。いらっしゃいませ。いい味だ。ありがとうございました。寄ってって。お兄さん、調子どうかね。また今度。安いね、安いね。やっぱり寄っていくかい。銀の音に、また今度。どうも。
いらっしゃいませ。 ありがとうございました。 どうも。 どうやるか？ えいもの取り揃いちょるで。 お一つどうかね。 えいもの取り揃いちょるか。 いらっしゃい。 こんにちは。 元気かい？ よかったら店に。 寄って行ってよ。 あてもはよ飲めるかよ。ねえどうやろか。 さあどうやろ。 こんにちは。 置いたらね。
高知城で格式ばった連中と飲む酒はまずくてな。酒はここで飲むに限る。おやっさん、どうだ龍馬、傷にしみるかもしれんが数年ぶりに飲まないか。しかし、せっかく江戸にまで出してやったのにな。剣の修行じゃ性根は鍛えられなかったか。土佐に帰るなり上司と喧嘩とは。まったく相変わらずだ、お前さんは。相変わらずなのは土佐の上司たちの方さ。江戸行って分かったが、土佐の階級意識の強さは異常だ。どうやら修行の成果はあったようだな。しかし、あんなことをして大丈夫だったのか。お前を逃がしたことか。おやっさんは土佐の賛成なんだろう。それが勝手に罪人を逃したと知れりゃ、下から足を引っ張る連中も出てくる。土佐のお偉い老人たちのことか。だが問題ない。さっきの老番は白札合子だ。面倒を起こしはしない。どういうことだ。白札は合子と上司の中間、つまりわしとお前の間の身分だ。何かあればすぐ合子に格を落とされる。それがあの老番の最も恐れる事態だ。そうやって権力にこびるようなやつは大した度胸もねえさ。そういうもんか。ああ、お前みたいに後先考えねえで上司に対しても逆らえるやつの方がよっぽど怖い。国を預かる賛成としてはな。しかしこの場所も古くなっちまったな。ああ、だが俺にとっては自分の家も同然だ。思い出すな、もう10年以上経つか。ああ。上司に身内を殺され、行く当てを失った子供たち、お前もその一人だった。わしはそんな子供たちをほんの少しでも引き取ろうと塾を作った。藩には内緒でな。俺は今でも不思議に思う。どうしておやっさんは上司でありながらあんなことをしたんだ。さあどうしてだろうな。だが一つ言えるのは、わしは父さんが大嫌いだってことだ。嫌い。ああ、土佐は階級が絶対的な国だ。武士だけでも上司、白札合子、そして合子の3階級が存在する。土佐藩は同じ武士であるはずの人間にそういった階級を与え、身分の壁を作ることによって藩の秩序を守ってきた。だが本来、武士も農民も商人も女も子供も、すべては同じ人間。差なんてねえんだ。ああ。だからわしは、そんな土佐に恨みを持つお前たちを塾に引き取った。土佐を変えられる人間を育てるためにな。土佐を変えられる人間。そうだ。階級という制度に飼いならされた人間には変えたいという気持ちは生まれない。わしはな、龍馬、土佐を変えられる人間ってな、土佐を誰よりも愛し、土佐を誰よりも憎んでいるやつだと思うんだ。お前は15年前、上司に家を焼かれ、
実の親兄弟を失った。お前は土佐を変えたいと願っているはずだ。おやさん。じゃあどうしておやさんは藩の仕事をしているんだ。藩の賛成ってのは土佐の階級制度を守る立場なんじゃねえのか。そうだ。わしは土佐で最も身分や階級といった規律を重んじる男だ。表向きにはな。龍馬、竹地にはもう会ったか。兄弟に。いや、まだだか。お前が留守にしている間、あいつには重大な仕事をしてもらった。仕事？ああ、土佐勤王党という組織を作らせた。土佐勤王党？今の土佐藩の体制に不満を持った豪士を中心に500名。名目上勤王とは謳っているが、その思いは一つ。土佐の身分制度の崩壊が目的の集団だ。それじゃ勤王党の敵は土佐藩ということか。わしはな、龍馬、その勤王党の力で土佐をぶっ壊そうと思ってる。壊す？そうだ。わしがこの塾で息子同然に育ててきたお前ら二人、竹地半平太、坂本龍馬の手によってな。龍馬、竹地に会いに行け。そして土佐勤王党に入るんだ。とにかく詳しい話は竹地にあって直接聞いてくれ。わしはそろそろ城へ戻らねばならん。今兄弟はどこにいるんだ。町で土佐勤王党の竹地といえば知らない奴はいない。だがすんなり会えるかはわからんがな。はい、いらっしゃい。どうかね。
せいや。構え！てえ！ん？やっと戻ってきやがった。龍馬。あの。武市先生、もしかしてこん人が。ああ、以前からお前らによく話して聞かしている俺の唯一無二の兄弟分であり土佐最強の剣士坂本龍馬だ。これが土佐勤王党か。ん？お前何やらかしてきたんだ。傷だらけじゃねえか。つまらねえ話だ。それより兄弟、東洋のおやさんと剣後私塾で話してきた。そうか、なら話は早いな。みんな聞いてくれ。龍馬はこの一年江戸へ剣術修行に行っていた。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭としたいと思う。どうだ。筆頭ほいたらいきなり第二席幹部のさらに上じゃちゅうことですか。見たか、俺がお前を筆頭にすると言った時の連中の反応。最近は勤王党も妙に堅苦しい組織になってきちまってたからな。いい起爆剤になったろうぜ。高三の連中からはあまりよく思われないだろうな。いいんだよそれぐらいで。あれぐらい刺激がねえと下の連中も焦らない。組織ってのは固まっちまったらしまいだ。土佐藩がいい例だろう。まあそうだが、
まだ痛むのか、背中。ん？おお、これか。いや、痛みはねえさ。まあ、後だけは派手に残っちまってるかな。すまねえ、兄弟。もう謝んなって言ったろ。いつの話だ。15年前だ。だが今でも昨日のことのように思い出す。まあ忘れよったって忘れられねえか。上司による焼き落ち、目の前で両親と家が焼け落ちるのを見ちまってんだからな。あの時兄弟が助けてくれなかったら、俺は両親ともども灰にされてた。だが俺を助けたせいで兄弟は大やけど、本当にすまないと思っている。だから謝んなっつってんだろ。謝るのはお前じゃねえ。あの日お前の家と家族を焼いたのは上司どもだ。だろう。ああ。龍馬、俺とおやっさんは土佐藩を変えるつもりだ。当然お前にも力になってもらいたい。あらかたの話は聞いてる。だが実際のとこ何をする気なんだ。土佐藩の前主高知城を襲撃するのさ。土佐勤王党の党員500人でな。襲撃だと。襲撃っつっても実際には手を出さずに終わるはずだ。城を包囲して勤王党の覚悟が藩の上層部に伝わればいい。その上でおやっさんが城を牛耳る老人たちに隠居を迫るんだよ。万が一老人たちがそれを拒んだ、当然その場合の軍備はできている。そうやって空いた席に勤王党が座るか。ああ、すぐそこに迫る危機、命の危険を感じて初めて上司連中は自分たちの考えの浅はかさに気づく。ガチガチに固まっちまった土佐藩の身分制度を壊すにはそのぐらいの荒療治が必要ってことだ。なるほどな。黒船が初めてこの国に来た時と同じさ、脅威というものを感じることで人間は動揺する。変わらなければならないと考えるようになる。そういうことだ。豊洋のおやつさんは剣後四塾を開いている時からこのことを考えていたのか。多分な。あの人はお前には剣を、俺には政治と学問を叩き込んだ。それも全てはこの計画のためだ。そうだったのか。だがもう剣が役立つこともなさそうだな。ん？どうしてだ。きっと剣で人を斬るという時代は終わるんだろう。実際さっきお前もピストルの練習をさせていただろう。いや、それは勤王党の連中には剣の才がないからだ。剣はいくら教えても才能がなければうまくならない。だがピストルは違う。練習さえすれば戦力になり得る。万人に平等な武器というわけだ。平等な武器か。龍馬、俺らは身分という壁を壊そうとしている。だがたとえそれが実現したとしても、人間は決して平等になんかならない。才能があるものとないもの、身分という壁がなくなっても今度は
別の壁が立ちはだかる。だから俺はどうにかして、どんなに学がない人間でも、どんなに剣が触れない人間でも、せめて楽しく生きられる世の中を作りたいと思っている。兄弟、お前も持っといてくれ、金の音の一員として。俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時、その時初めてこの国に真の平等が訪れる。それまで俺と一緒に戦ってくれないか。土佐勤王党を俺と一緒に支えてくれ。頼む。今晩高知城で東洋のおやっさんと今後の話をすることになってるんだ。一緒に行かないか。そんなに大っぴらにあって大丈夫なんか。なあに、高知城まで行けばおやっさんの禁止が招き入れてくれる手はずになってる。大丈夫だ。そうか。それじゃあお前は表で少し時間を潰しててくれ。俺もすぐ支度していく。ありがとうございました。
俺に何か用か。坂本龍馬っちゅうがはおまんか。お前は土佐勤王と岡田伊蔵。伊蔵、この男がさっき話した男じゃ。武市先生はこいつがいきなり勤王党の筆頭言うがじゃ。党結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ。筆頭は党の第二席。おいたら伊蔵、おまんが筆頭になるんが筋ぜよ。勤王党ってのは同志にも剣を向けるのか。誰もおまんのことを同志と認めちょらんですよ。坂本、伊蔵は勤王党一の剣客じゃ。筆頭言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらおうやないか。やったね伊蔵、江戸帰りがなんぼれもんじゃい。抜かんでも切る覚悟決めや。どうやらお前には手抜く必要がねえようだな。とか言ったな。お前は確かに強い。だが人が切りたくて勤王党にいるんだったら今すぐ抜けるんだな。武市の兄弟が作った勤王党はそういう組織じゃねえ。党内の仲間にもきちんとお前の口から伝えておけ。坂本龍馬に文句があるならいつでも相手になると。世話かけたな。見てたのか。ああ、一年前より確実に強くなってるな、お前。たく、どうなってんだあの連中は。勤王党の名がなくぜ。あれが土佐合祀の現実なんだよ。現実？合祀という身分が理由でろくな教育も受けられない。まともな仕事にもありつけない。そんな彼らにとって勤王党は唯一の希望であり誇りとなってる。だからいきなり筆頭になった俺を厄介だってわけか。許してやってくれ。
彼らにも彼らなりの志がある。だから俺は連中を金の塔に引き入れた。どんな人間にもこの国の未来を考える資格があるはずだからな。未来か。さあそのためにもさっさと土佐の身分制度をぶっ壊して次の国づくりを考えないとな。なあ龍馬。難しい話は分かるね。だが一つだけ分かったことがある。なんだ。土佐も金の塔もそして俺もまだまだ半端もんだってことだ。よし、それじゃあおやっさんのところに行こう。お前の準備はいいか。ああ、行こう。城へは俺が案内しよう。ついてきてくれ。どうした？ちょっと待て。ちゃんとついてこいよ。江戸での修行はどうだった？ここと違って強い奴がゴロゴロいるんだよな。それにしてもお前さらに強くなったんじゃねえか。その腕当てにしてるぜ。なあ、子供の頃雨の日に鏡川で泳いだの覚えてるか？あの時お前ふんどし流されて大変なことになってたよな。懐かしいな。高知城は安平だ。どうした龍馬。城に登るのは生まれて初めてだ。見上げりゃいつでもすぐそこにあったのにな。ああ、豪士はみんなそうだ。俺もまだ数えるくらいしか来たことはねこれで役者が揃った。ええ。話は聞いただろうな、リオマ。わしたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し、土佐藩を改革する。上司に白札合士に合士。そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるために。ああ。おやさん、金の塔はもう高知城包囲の準備はできています。いつ結婚しますか？わしは気が短いんでな。明日だ。そこで全て型をつける。ずいぶん急だな。急だと？バカを言うな。わしたちはお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだよ。そういうことだ。明朝金の塔は500人全員を武装させて城を囲め。上司が何を言おうが決して動かず、老人たちの目にその姿を焼き付けろ。その後城の中のことはこのわしに任せてくれ。そんなに簡単に行くものなのか？言ってくれるな。ここまで来るのに俺とおやっさんがどれだけ根回ししてきたと思ってるんだ。ただしその前に一つだけ気がかりなことがある。なんだ龍馬。お前土佐勤王党の筆頭になったそうだな。ああそうだが。安平太、筆頭に任命したのはお前か？そうです。何か問題でも？この計画が成功し老人たちが消えた後、金の塔は土佐で大きな力を持つことになるだろう。だがわしは
坂本龍馬という人間は金の塔の筆頭にふさわしい男だとは思ってない。なあ、何を言い出す気ですか、おやさん。前から俺と龍馬とおやさん、その三人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。確かに言った。その思いは今も変わらん。だったら待ってくれ。俺は肩書きに執着はねえ。筆頭にふさわしくねえってんなら、いつだって降りるだけだ。そういう問題じゃねえだろ、龍馬。おやさん、どういうつもりなんですか。二人とも勘違いしているようなので言っておく。わしの真の考えは。誰だ。おやさん、おやさん、バカな。くそ、龍馬、お前、おやさん頼む。誰がこんな真似を。おやさん、吉田様、何事でございます。こっちだよ。いいか、龍馬、逃げろ。このままだとお前がわしを殺した犯人だと思われちまう。でも父さんは、未来はお前に託した。おやさん、おやさん。よ、吉田様。おまんは、おまんが吉田様を。切れ、この者を切り捨て。
Thank you.
としたことだ。そんなことより怪我は。骨はやられてるが、とりあえず大丈夫だ。それより、おやさはどうなんだ。いや、もう。一体何が起こったんだ。あの覆面の男は誰なんだ。わからねえ。なんでこんなことになったのか。俺らの計画がバレていたってことか。その可能性は高い。あの資格を送り込んだのは俺らの計画を知った藩の老人連中の誰かだろう。だがおやすさんが殺された今、それが誰なのかは特定できない。あの覆面の男を捕らえればわかるか。多分な。だが兄弟、俺はあの覆面の男を追う。何言ってるんだ。おそらくあの男はすぐに土佐を抜ける。それを追いかけてお前が藩を抜けたりしたら、お前が東洋のおやっさんを殺した犯人ってことにされかねない。どちらにしてもこのままだと俺は犯人にされる。城の連中は俺がおやすさんを殺したと思い込んでいるからな。どの道追われる身だってことだ。龍馬、龍馬、とにかく城を出よう。早いとこ城下からもう抜けねえと。お手につかまる。兄弟、龍馬、悪いが俺はここまでみたいだ。あと少し山を下ればあわだ。追っても藩の外までは追ってこない。お前一人で行け。俺はここに残って役人に事情を説明する。
おやっさんを殺したのは俺たちじゃないだな。無駄だ。そんな話が通用する相手じゃねえだろ。そうだろうな。だが俺はお前が生き残れるならそれでいい。兄弟、東洋のおやっさんは死んだが金の音は死んじゃいねえ。土佐を変えられるには俺かお前どちらかが生き残って金の音を率いていくしかねえんだ。だから龍馬、お前は逃げ延びて金の音を。龍馬、そういうことなら答えは一つだ。あんたは土佐に必要だ。こんなところで死んじゃならねえ。龍馬、お前、藩の連中は俺一人を追ってる。あんたがあの場にいたことは誰にも知られていない。兄弟も勤皇党もおやっさんの死とは無関係ってことだ。何言ってるんだ。父さん、おやっさんの意思をあんたに託した。追っ手が来たようだな。龍馬、おい龍馬、お前どうする気だ。おい、龍馬、我が三世吉田東洋様を殺した男やな。神妙にせい。世の人は我を何とも言わば言え。我がなすことは我のみぞ知る。うん、天地神明に誓って言う。俺は吉田東洋を殺していない。この後には呼んで貴様。だがあんたらにそれを信じてもらおうとも思わない。だから、うん、だから俺は土佐を抜ける。どんな汚名を着ようと生きて絶対に犯人を突き止める。何よ。土佐兄弟たちよ、また会いたじゃ。江戸での剣術修行を終え故郷に戻ってきた坂本龍馬。1年ぶりの土佐で龍馬は育ての親ともいえる吉田東洋と再会する。土佐の苛烈な階級社会を改革せんとする東洋は竹地半平太を名手とする土佐勤皇党と手を結んでいた。坂本龍馬と竹地半平太、兄弟分として土佐で育った二人の男はそれぞれの道を歩むことになる。吉田東洋の突然の死によって龍馬は吉田東洋暗殺の濡れ衣を着たまま真犯人である
覆面の男を追うべく土佐を去った。龍馬の孤独な戦いの幕が上がる。勤王とは、帝をこそ日本の主君と仰ぐことであり、徳川幕府打倒の根拠とされた思想である。このため勤王志士たちは帝を擁する京に各地から集結し、幕府要人を殺害するなど町の治安を脅かしていた。お昼の準備できとんな？はい、大丈夫です。あ、それやったらそろそろ2階の寝ぼすけは起こしてきて。まだどうすか？ご飯時守ってもらわんと全然片付かんしね。悪いけど頼むわ。ちょっとはじめさん、いつまで寝とんの？もう起きなはれ。はよ起きてって。また朝までお酒？そないなお金あったら宿賃払ってもらわんと。おりおちゃん、もうおっとき。はじめさん、宿賃はきっちり帳簿につけとるさか、逃がしゃしまへんえ。またおかみさんは甘いこと言うて。さあ、早お昼にして。出かける。は？お昼はどないすんの？悪いがいい、サイコロが俺を呼んでんだよ。今日も帰りは遅くなる。夕飯の用意はしないでいい。けど別にそれかて宿代安うなったりしまへんからね。金に細かい女たちばかりだな、この宿は。はじめさん、出かけるんやったら気ぃつけや。あんたみたいな素性の怪しいご浪人がうろうろしてはると。新選組の連中に切られるだろ。そう、まったく今日の治安を守るためや言うけど、ちょっと怪しい言うだけで手当たり次第や。幕府が新選組作ってからこっち町中血生臭くてかなわんわ。そうだな、博打やらお酒飲むために出歩いて殺されちゃ親も泣くんとちゃう？余計なお世話だ。あっそう、せっかく人が心配して言うてるのに。俺が死んだら宿代を取りっぱぐれるからな。好きにいいよし。
へえ、なかなかやるじゃねえか。いや、あんたらが弱すぎるだけだ。なんだそこだ。もう一遍言ってみろ。どうも俺の見込み違いだったらしい。邪魔したな。まだ来たばっかりじゃねえか。慌てて帰ることはねえだろ。俺らも相手してくれやの。相手してやってもいいが、その前に一つ聞きたいことがある。あ？天然理心流の使い手を知っているってやつはいねえか。天然理心流？江戸の司令官って道場に伝わる田舎流派だ。なんじゃそりゃ。柔術や棒術、古武道も節操なく取り込んで、型より実践を重視している。その使い手を探してんだ。それで町のめぼしい道場を聞き回ってるんだが。天然理心流っつったか。聞いたこともねえよ、そんな田舎流派。それで話はしまいか。ああ、やっぱり無駄足だったな。おい待てや、ここに来たこと後悔すんのはまだ早すぎるぜ。なあ、せっかく道場まで来たんじゃねえか。たっぷり稽古つけてやるよ。ありがたく思えや。旦那、斎藤の旦那。カラスか。よくここが分かったな。これでもカラスの銀次で取ってる男です。そのくらい分からねえと情報屋なんて務まりませんよ。ところで今日は何か収穫はありましたか。いや、今日も外れだ。そりゃ難儀なことで。手がかりは天然理心流の使い手ってことだけだ。今日にいるとすればこの手の道場が臭いと思ったんだがな。この何ヶ月かであらかた今日の道場は見たんじゃないですか。ああ、だがこのやり方はもう手詰まりだ。そっちは何かつかめたか。いえ、何分天然理心流は無名の田舎流派ですしね。ねえ旦那、今日にその使い手が来ているって話、本当に確かなんですか。天然理心流は江戸の司令官って道場の流派だ。だがそこの門人たちは道場を畳んで今日に向かったらしい。俺が知っているのはそれだけだ。なるほど。ですが今日は今勤労の獅子ってのが山ほど群がってきてますからね。それこそ何百って剣術使いがそれぞれの流派を勝手に名乗っているんです。
その中から無名の流派を探すのは骨が折れますよ。情報屋ってのは客に愚痴るだけで金がもらえるのか。これは手厳しい。まあいただいた前金の分だけは仕事させてもらいますから。それじゃ。
バックマン。お待ちくだはれ、お酒のお代は？つけにしとけや。こないだ薩摩もんにはそうしてたろ。ちゃんと知ってんだよ。せやけど、あなた方のはどちら様へおつけしたらええのか、わからしまへん。うるせえ！俺らは勤王の志士だ。天下国家のために
命がけで幕府と戦ってんだろうが。この野郎、何突っ立ってんだ。詫び入れろや。あんたら、ええんでっか。新選組呼びます。なんだと。バーバー、もう一遍言ってみろ。はい、てめえも詫び入れて出すもん出せや。あいにく金もクズに下げる頭も持ち合わせがねえ。てめえクズってのは誰のこった。決まりだこの野郎、天誅受けろや。行くで、ね、おらアホらしい。最近は安内な出会いが多くて、おかげでほんま助かりましたわ。いらっしゃい、いらっしゃい。さあ、遊ばいでっか。勉強させてもらいます。ちょっと。
はい。ありがとうございます。あれ見ろ。ありゃ新選組だ。いいか、引き返そう。お恩師は坂本。やっぱりそうぜよ、わしじゃ。俺、土佐の島田雄平。恩師、今日に来ちょったのかい。人違いだ。ちょ待ち、何言うがじゃ。ヒット脱奔してからどこにおったかじゃ。覚え出すな。ありゃ新選組ぜよ。やばい、逃げるがじゃ。逃げやがった。おい、捕まえろ。巻いたか。
もう大丈夫だ。所詮新選組は田舎者の集まり、入り組んだ京の町で奴らを巻くのは簡単だ。あんたは？おっとっと、せっかく新選組やり過ごしたってのに勘弁してくれる？俺もあんたと同じ、叩けば埃が出る身だよ。そうかい。じゃあな。あんたさ、天然理心流の使い手は見つかったのかい？なんだと？誰なんだあんた。気がつかなかったかな。さっき道場にいたんだけどさ、ってまあ影に隠れて話を聞いてただけなんだけど。いや、悪いとは思ったんだけど、ついつい盗み聞きしちゃってね。そういうの大好きでさ。あんたは誰だと聞いてるんだ。ああ、そうか。俺は長州藩の新堀松助。これでも一応勤王の志士ってやつだ。おかげで幕府や新選組からは目の敵にされちゃってるんだけど。なるほど。それじゃあ新堀ってのは偽名か？まあ初対面だし偽名で勘弁してくれ。けどあんたの剣の腕俺に預けてくれるってんなら、いずれ本名も教えるよ。何？実はさ、今今日の道場を回って剣の腕の立つ男を探してるんだ。どうしてそんなことを？いや、近々ちょっと人騒動を起こそうと思っていてね。誰にも負けないって剣の使い手が必要なんだよ。あんただったらうってつけなんだけど、どう？あんたの本名に興味はない。予想当たるんだな。つれないな。それじゃあ、そうだな、まずはあんたに一つ恩を売っておこうか。ん？これでも俺長州藩切っての情報通って言われててね。情報の仕入れ方には精通してる。そうなのか。それがどうした？あんたのやり方は古い。普通じゃない情報を仕入れるのに普通の情報屋を使うのは考えもんだよ。まあ懐の事情もあるんだろうけどね。俺の見たところ、あのカラスとかいう情報屋、あれ普通も普通、超普通だ。じゃあどうすればいいんだ？もしあんたがまだ天然理心流とやらの使い手を置きなら、俺がこの京で一番と言われる情報屋を紹介しよう。見返りをよこせとは言わない。こいつはあんたへのお近づきの印だ。聞く気はあるかい？ああ。その情報屋は貧民街の奥、西の河原と呼ばれるところを目白にしてる。通称西の風呂屋。西の風呂屋？依頼主に情報を渡す場所が必ずどこかの風呂屋なんだよ。なるほど。これから俺の方でそいつに天然理心流の使い手を調べておくように手配しておく。あんたは日が落ちたら屋敷町南の風呂屋へ行ってくれ。店の門に新堀松助と名乗ればその情報屋のところに案内されるはずだ。ずいぶん親切なんだな。この話どんな裏がある？疑り深いね。俺を信じるか信じないかはあんた次第さ。でも信じないで何もしないより、信じて裏切られた方が少しは前に進める。夜になったら俺は新堀松助を名乗って屋敷町南の風呂屋に行く。それで情報屋に会えるんだったな。ああ、ただ夜までしばらく時間がある。新選組には気をつけた方がいいよ。分かってるとは思うけど、幕府が連中に京の治安維持を任せてから浪人者は街を歩くだけで命がけだ。
少しでも怪しければ切られるし、時々怪しくなくても切られる。分かっている。待ちなよ。せめて名前くらい教えてってもいいんじゃない。俺も偽名かもしれないぞ。まあそこはお互い様だから。ふん。斎藤はじめだ。斎藤さんね。覚えとくよ。そんじゃ。長州藩のニーボリか。隙があるようで隙がない。不思議な男だな。そこのお兄さん。なあ、待って。